武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は柴原工業大学の化学の勉強について話していきたいと思います。化学ですが、物理化学という形で、大問4題ずつの計8題で出題されて、その中から4題選ぶという形になっています。で、化学大問4つに関しては、全部ですね、総合問題みたいな形で、理論と有機のミックス、理論、無機、有機全部のミックスかみたいな形で出る、問題が多いという形ですね。なので、この大問だけ選んだら、無機いらないぞとか理論いらないぞみたいなことには基本ならない形ですね。で、時間に関しては大問4つで90分という形になっているので、そこまで時間が厳しいという形式の問題ではないです。で、知識系統、計算系統、どっちも、それなりにどの大問選んでも結構出るような形になっていますので、科学を大問一つでも選ぶ場合は基本的にちゃんと前半に押さえていかないとちょっとやりづらいかなという形になっています。で、問題の難易度、としては、基礎、から標準的な問題一通り出て、また知識も、結構出てくる形にはなっておりますので、基本的に、マーチレベル、の、難易度が仕上がっていればよく、で、理科2個を選ぶ場合には、その中でも大問4つ全部が同じ難易度というわけではないので、解きやすいもの、ちゃんと前半押さえての前提ですけども、やっておけば、物理科学両方できる人であれば、かなり得点、取りやすいのを選ぶってことも可能かなというふうに思います。ただ先ほど言ったように、割と決め打ちが、しづらい、出題傾向となってますので、全文やちゃんとやっておくと、どこだけを意識してください。で、形式としては、答えの記述か、もしくはマークっていう形にはなっておりますので、計算過程そのものは、途中式書く必要がありませんので、しっかりですね、答え、っていうことは逆に言うと部分点がもらえないので、しっかり回答 が点数もらえるようにですね、完答しきる、習慣をつけておきましょう。で、計算練習と知識、どちらもしっかり入れてですね、で、その物質そのものの知識をちょっと、深く知っておく必要もありますので、余裕があれば教科書なり資料集、しっかり読み進めておいて、そのあたりの知識もですね、少し、手厚く入れられるように心がけてください。以上が科学の勉強となります。